セルヒオ・ゴイコチアはアルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。選手時代は PK ストップの名手として知られた。リーベル時代にはプンピードの控えながらリベルタドーレスカップ、トヨタカップなどで優勝を果たした。1990年にイタリアで開催された 1990FIFA ワールドカップでは グループリーグのソビエト連邦代表戦で、政治系のネリー・プンピードが負傷すると、レギュラーの座を掴んだ。当初は、不安定な守備を見せていたが、準々決勝のユーゴスラビア代表戦、準決勝のイタリア代表戦と二度の PK 戦において、好守備を見せて、アルゼンチンの決勝進出に貢献した。1991年には、FIFA 選抜チームに選ばれ、 同年10月8日に、ドイツミュンヘンで開催されたユニセフチャリティマッチのドイツ代表戦に出場した。その後もアルゼンチン代表の正キーパーとして、コパアメリカ1991、コパアメリカ1993連覇に貢献し、大会 MVP 輝いた。 1993年9月5日に行われた 1994FIFA ワールドカップ南米予選のコロンビア代表戦では5失点を喫した。1994年にアメリカ合衆国で開催された本大会ではルイス・イスラスが全試合にスタメン出場したためメンバー入りするも出場機会はなかった。 1998年に現役を引退後、アルゼンチンでサッカーを中心にスポーツジャーナリストとして活動している。コイコチアは選手時代、PK 戦において強さを発揮していたが、直前にピッチで小弁をするという幻活議をしていた。これは 1990FIFA ワールドカップ準々決勝のユーゴスラビア代表戦において PK 戦に突入したため、 競技場のトイレに行くことができず、仕方なく、ピッチは切り用を足したところ勝利したことが由来となっている。ありがとうございます。